東海道山陽九州の旅、本日は滋賀県の大津を出発して広島県広島市、ちょうど今広島駅に着いたところ、ここで夕食をとって終わりとします。駅ビルの中に入っていたこの広島焼き屋さん、お好み焼きの中の特殊な類型の一つ、広島県の特徴広島焼き、これは通常のお好み焼きの中にそばが入っているのがとても面白いことで、これがなくしては広島焼きということはできません。このお店では鉄板で自分で焼くものではなく、焼いたものをお持ちいただくスタイルになっていましたが、自分で鉄板で焼いてそして食べるようなところでは、そのままそのヘラで焼いた後に切り分けてそのまま口にするという方も大変多いのだそうで、それが正統派の食べ方だというふうにも言われています。と今ですね、大変失礼なことを意図的にこれは申し上げたわけですが、広島でこのような言い回しをするのはあまり好ましいことではありません。他にも広島では広島カープという一大球団がありまして、この球団に関してもちょっと丁重な取り扱いをしなければならないと個人的には考えています。今回は広島県の文化についてご紹介します。お好み焼きというふうに広島では呼ばなければいけません。これをですね、広島風お好み焼き、まあ広島風お好み焼きだったらまだいいらしいんですけど、これを広島焼きというとかなり問題になるらしいんですね。で、最も後でいろいろ聞いて調べた限りでは、そんなに実際にはみんな気にしてないというのが、まあね、いちいちそこまで尖ってみないよというのはそうなんですけど、でもやっぱり気にされる方は気にされるんだなという話も聞きました。お好み焼きというのは、関西風、大阪風お好み焼きと広島風お好み焼きと主に2種類ありまして、関西風お好み焼きというのはつまり粉を溶いてそれをこう普通にビャーって焼くもの、広島風お好み焼きはそこに、そば、まあ、焼きそばみたいなやつとかもしくはうどんなどを入れて、それで一緒に食べるもの、これ結構違うわけです。で、関西は関西に根付いていて、広島はまあ広島に根付いたお好み焼きがあり、しょっちゅう食べる人も多いということなんですが、それをですね、広島焼きと一地方の特殊な類型みたいな形で読んでしまいますと、いやいやこれがスタンダードなのであって、これこそお好み焼きなのであるから、これは別に広島特有のものとかではなく、なんて、まあ、特有のものなのかもしれないんだけど、広島で食べられているその人たちにとってはこれが標準なので、特殊な、あたかもなんだか素晴らしく珍しいような食べ物である広島焼きという呼び方をしないでください、とそういうふうに言われる方は結構多いみたいなんですね。ここでですね、その広島焼きということを言うことは万死に値すると私は聞いておりましたが、しかし実際には別にそこまでみんな強烈に気にしているわけではないということも聞いております。それからそのお好み焼きなんですけど、こういうヘラがありまして、焼いて食べる形式、昨日食べた頃ではこれはお皿に乗って出てきましたけど、お好み焼きをこうビャーって焼いて作るようなところでは、これをこうやってヘラでこう裁断してそれで食べると、これをお箸で食べるというのはこれまた万死に値するということを聞いたんですが、しかしこれもですね、実際には確かにこの生粋の広島県民は焼きたてのやつをこうホットプレートでこうやってヘラでこうやって食べたりとかすることもあるらしいし、実際にここで本当に目の前でこう焼いたその普通のお店で食べたのをこうやってヘラでやっぱりこうやってこう食べるっていうのは、それはかなりある広島の文化としてね、伝統的な食べ方らしいんですが、ただ別に箸で食べたからといってそんな怒られたりとかね、お前この店から出てけとかそういうことは別にそんなことはありません。ちゃんと箸は用意されてるし、多くの広島県民がお好み焼きを、こうやって切った後に箸で食べるということは普通にするそうです。だいたいスーパーとかでお好み焼きも売ってますんでね、そういうの箸で食べるってのは当たり前じゃないですか。昨日広島県民の方を3名お呼びしまして、1名はつい先ほどなんですが、それらの方々にですね、いろいろ広島の文化をお聞かせいただきました。で、まずお好み焼きについては大体今紹介したようなものが基本的になっています。そして次にですね、広島といえば、広島の色といえば何かというと、赤以外には挙げられないんですね。見てください、あそこにですね、またこれ広電バスかな、バスが止まっていますが、バスの車体も赤、それからなんだか心なしか車も赤い車が多いような気がします。あっちにも赤いバス、それからあとは昔セブンイレブンだったこの建物の縁にかたどられているこのね、この装飾も赤だし、さっきも紹介しましたこの花も全部赤で、向こうにあるもみじまんじゅうもですね、もみじまんじゅうのお店のこれも赤、もちろんね、単純にああいうのは赤の方がいいんだとは思うんですけど、それから他にはあそこにありますお土産ショップ、お土産キヨスクも赤ならば、そこに掲げられているお弁当、おにぎり、サンドイッチも赤で、またこっちのこのこれね、お土産街道と書いてあるんですが、この JR 西日本の中で出店しているお土産屋さんも赤い看板を掲げています。自動改札も赤です。 JR 西日本だったら普通は青にすると思うんですが、全部赤になっています。それからこれもなんかこういうやつもね、なんか大体赤いんですね。ここに止まっている電車もですね、前は黄色い電車だったんですが、新型車両にまとわるその赤は、これ赤、
広島のフリーペーパーもこのように赤いところに入っています。そしてまた電車、前は黄色とかいろんな色があったんですが、新型電車の色は全て赤になりました。レッドウィングと書いてあります。広島駅のこの駅名表もまた当然にして赤です。その理由は簡単でして、これです。カープ坊やが今左側に出ていますけれど、夢と感動をありがとう。カープは今年もセリーグ優勝3連覇というわけですが、広島東洋カープ、そのカープがですね、赤をその球団のテーマカラーとしておりますので、そのカープファンが多い広島では赤が前面に押し出される傾向にどうもあるようです。 JR 西日本の旗も掲げて、カープ坊やが西日本の制服を着て会社ぐるみでの応援もしています。さっきのお土産街道ですけどね、ここにもこんな感じでこう無造作にいろいろ至る所に貼っています。前などね、 JR 西日本の新幹線改札のところでの広島カープの応援歌も流れてましたからね、あれはすごい驚きましたけど、普通に応援歌を、さすがに歌詞はなかったようですが、新幹線のあの改札のところで割と結構な音量で流してましたからね。そこまでするっていうのは、だって西武だって、西武ライオンズだってね、鉄道会社が持ってますけど、特にそういうのは駅ではやっていないわけです。でこのようにですね、もうすごくカープ、とにかくカープ情熱の赤、情熱の赤なのか分かんないですけど、そういう広島ですが、この広島で逆に前からですね、視聴者でこう言われて気になってはいたんですけれど、広島カープが好きではないという人はいるのかということを調べてほしいというのを視聴者からね、意見をもらってまして、ちょっと面白いなと思って私も調べてみることにしました。別に広島カープを叩きたいわけじゃない、全然私野球のファンとか特にそういうものではないので、カープに関して、別に好きではないですけど嫌いでもない、つまりどうとも思ってないから何も特別な感情はないんですけれど、単純にそういう人が広島県に住んでいながら広島カープが別に好きではないという人を探すのは難しいはずなんですね、野球ファンなのに。一生懸命探してみました。そしてね、視聴者の方が3名今回はおいでくださったので、その方に今回ね、このチャンネルでやるのは初めての形式ですけれど、県民性を知るためのインタビューなどをさせていただきましたので、ぜひ皆さんにもこれはね、感じ取っていただきたいと思います。広島でみんな周りの人カープファンなんですか？みんな大体見るところはファンですね。カープ以外のファンっていうのはいるんですか？一応僕の周りには友達とした巨人ファンが数名、はい、います、はい、とにかく野球のプロ野球っていう話題に関してはもうカープの話だけ。だからプロ野球イコールカープみたいな感じなんですね。ホークスファンなんですよね、はい、で広島でホークスファンってやっぱ肩身が狭い思いとかするんですか？やっぱりもう周りみんなカープファンなんで。ああ、そうですか、はい、学校とか行っても、はい、もう左見てもカープファン、右見てもカープファンなんで。ああ、そうですか、はい、そしてソフトバンクさんみたいな感じ、はい、あ、やっぱみたいな感じなんです、はい、友達にカープファンじゃなくて他の球団のひいきだっていうのは行っても別にそんな喧嘩とかそういう風にはならないです。ならない。あ、それはみんなやっぱ寛容なんですね、はい、そこは。そうすると、せっかく野球が好きなのにホークスの話はしづらいみたいなところあるから、はい、でもやっぱいます、他にその広島じゃないカープじゃないファンの人も。僕も昔部活で100人ぐらいの部活に入ってたんですけど、はい、その中に大体その中に1人だけ僕ともう1人、はい、1人だけ中日のファンがいたんです。ああ仲良くなるもんですか、中日ファン。ちょっとファンカープじゃないですか。あー、まあ、カープではない他球団のファンとして親しくなるとか、はい、あ、なるほどね。面白いこと聞きました、ありがとうございます。カープ以外のファンっていうのはいるんですか？一応僕の周りには友達とした巨人ファンが数名。はい、います。はい、どうですか、割合とかだったら9対1。実際周り何割ぐらいカープのファンだと感じてます？もう9割。あ、やっぱ9割。9割。あ、はい、クブ。何割ぐらいカープファンですか、ちなみに？いや、もう9割超えで。あ、やっぱそう。いや、ちなみに、はい、昨日2人聞いたんですけど、はい、他の2人も9割超えって言ってました。出身っていうか、元々のお家は広島じゃないらしいですけど、そこだったらやっぱりその地元の球団が強いってことはないですね。やっぱ広島特有な感じ。あ、やっぱそうなんですか。やっぱ広島特有なんですかね、こんだけこうカープファンが集ってる地域のあれに根ざしてるっていうのは。やっぱその地域性というか、なんかその周りの住民の熱とかはやっぱり全然、はいはい、やっぱ違いますか？かなり違う。へぇー。野球自体のファンも多いんですよね、広島は。じゃあやっぱ日常の会話で野球の話することもあります？あ、結構多いです。ああ、多いと思います。あ、やっぱそうですか、うん、それはすごい多いと思います。へぇー。広島にはサッカー、はい、サンフレッチェっていうサッカーのチームがありますけど、やっぱり野球の方にみんな目が行って、あ、そうなんだ、うん、野球人口っていうのは多いし、あ、実際プロ野球に
はい、本当に広島出身の人って結構多い方なんですよ。あ、そうなんですか。各球団に多分少なくとも一人はいるんじゃないかな、はいはい、ちょっと数えてはないですけど、はい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 、うん、まあ、それはじゃあもしかしたらその人が元カープファンで別のところでやってるのかもしれないし、そうじゃなくてまあ分かんないけど、でも、ああそうなんですか。いや、いいこと、ありがとうございます。しょっちゅう野球の話とかします。やっぱりもうその福岡にいた頃よりも、はい、落ちきてからの方が野球のなんかみんなクラス行ったり野球がどうで野球がどうで、あ、へえ、みんなあちこちで野球の話してるんですか、はい、じゃあそれは男性も女性も、はい、もう男女かも、へえ、で、まあもちろん野球イコールカープみたいな感じなんですね。そうするとやっぱそんな感じですよねそうですね、まあ、いろいろその友人から、はい、ロッテファンの友人からですね、はいはい、まあ、これを伝えてほしいというのは、まあ、ちょっともうちょっと綺麗に言えるかどうかわかんないですけど、うん、まあ、例えばその広島県イコール、うん、まあ、カープだから、うんうん、その宗教臭いじゃないけど、あ、まあ、ちょっとちっちゃい頃からやっぱり、はい、カープの誕生秘話とか、はいはいはい、うん、原子爆弾があって、うん、で復興の象徴みたいな感じでカープは、ああ、僕も裸足の弦で読みました。裸足の弦ですか、はい、そうそうそう、やっぱそれでやっぱカープっていうのを知るからやっぱりそういうことがあったんだよみたいな感じで、やっぱ若干それが行き過ぎたな、まあ、あ、ね、まあまあ、すごいこう染み渡りすぎたって感じですか。そうなんですね、染み渡り、うん、そういい表現だと思います。 ありがとうございます。まあでも確かにそんだけカープファンの人たちはみんなそれだけ誇らしくは思ってるんでしょうね、多分、まあ、もちろんカープファンじゃないわけだからそこまではあれですけど、じゃあすいません、その広島焼きって僕もなんで広島焼きっていう言葉があんまり好かれてないのかっていうのは僕は理解してるつもりなんですけど、まずせっかくなんでちょっと お聞かせいただけますか。なんでそれが好きじゃないのかっていうと、あ、なんでしょう、まあ、やっぱ本当にソウルフード、あー、まさにソウルフードなんで、はい、でもう本当に週に1回食べるのは当たり前ぐらいのレベルだと思ってももらっても過言ではないです。それ出前とか普通にありますし、はい、スーパーに行けば安くも売ってます。だからやっぱりそのなん卵があってそばがあって、はい、キャベツが入ってて、はい、ね、豚肉が敷いてあってその層になってるっていう、はい、そのお好み焼きを僕たちはまあ、うん、まあ、それが普通だと思って日常的に、ああ、そうかそうか、でそれがなんか特殊なものみたいに広島焼きっていうと扱われてる感じがしますもんね。あ、でもそのレベルで食べてるんですね。いや本当に多い時はもっと食べますよ、週に。あ、そうなんですか。じゃあ、もうなんかうどんそばの日じゃないですね、そうすると。うどんそば、うどんとかそばもよく食べるけど、でもそのレベルじゃなくもっと頻繁に食べてますよね、頻度で言ったら。多分そういう人もたくさんいてると思いますよ。へー、あ、その勉強になります。ありがとうございます。そうなんだ。